お寿司っていうのは、えー、引き算で作るものなんですね魚の持っている力を最大限に生かすためになるべく手を加えないということです それで二十三歳になった時に、えー、かの有名なレストランで修行を始めることになりました一番勉強させていただいたことっていうのは、えー、親方のリズムに合わせて仕事をするそれと、えー、当たり前のことを当たり前にやるということですねで、まあ、当たり前のことを当たり前にやるそれを、えー、続ける でそれに、えー、少しずつ毎日、えー、1ミリでもいいので、えー、より美味しくしていくというプロセスをずっと繰り返すということが大事だということを学びました、えー、魚の持っている、えー、ポテンシャルを最大限に引き出すそれを邪魔しないように、えー、仕事をしていくということですねマグロの一番、まあ、好きなとこっていうのは えー、酸味鉄に近いこの血の匂いですね、えー、その匂いが、えー、うまく旨味と融合しているというのが、えー、マグロの特徴かと思います、えー、ニューヨークでお寿司をやる場合はニューヨーカーに合わせた、えー、形に変えていくこの短い、えー、2時間という時間の中で お客さんとお互い尊敬し合える気持ちいい時間を作れた時っていうのはとてもやったっていう気がします。